福島2区から立候補を予定している日本共産党の新人、平良義彦さん。派閥の中でのしぐらみにとらわれる、そういう政治では決して日本はよくならないのではないでしょう。昨日事務所開きを行い、衆院選に向けた準備を本格化させました。平さんに先駆けて、おととい同じく福島2区では、やっぱりどこが不自然だろう。政治のあり方、物事の決められ方、経済のあり方、どこかやっぱり不自然じゃないか。だから今こそここで転換をしていきたい。立憲民主党の新人、馬場雄貴さんも事務所開きを行い、改めて支持を訴えました。この2人をめぐっては、野党共闘による一本化に向けた調整が進められていますが、結論が出ていないため、それぞれが臨戦態勢に入る状況に。政策が一致しているんですから、私たちもそれに協力をしながら、大いに進めればいいというふうに思っています。いずれもやっぱり党のお考えに基づくものになっていますので、現場のサイドの中では具体的な動きというのはなかなか示している状況ではございません。2区をめぐっては、自民党の現職根本匠元厚労大臣も立候補を予定しています。